しもし。え？皆さんこんにちは。今日も元気もりもり森本ルナです。はい。ということで、ちょっと今すごいわざとこういう格好をしてます。でへ。気持ち悪い。あ、ごめんね。はい。ということで今回は斉藤さんをしていきたいと思います。イエイ。トゥルルルン、トゥルルルン、トゥ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 。はい。はい。ということで今回は斉藤さんをね、使ってとある企画をするんですけど、その企画は知らない男性たちに恋愛質問してみたー、イエーイっていう企画でございます。斉藤さん皆さん知ってますよね。今回はね、恋愛相談っていうか質問とかをしてね、まあ恋バナみたいな感じをねしていきたいと思います。斉藤さんは私思い出があるんですよ。小6の時にすごい斉藤さんが流行ってみんなでした思いがあって、でもその時にね、なんかまあ楽しかったんですよ。よかったですね。ちょっと目が痛いわ。メガネかけようと思って画面見えんかったからやったけど、目がチカチカする。痛い痛い痛い。しょぼしょぼ。はい、ということで今回はいろんな男性にちょっと聞いていきたいと思います。まあ純粋な人と出会えるように私は頑張ります。それでは最後まで見てください。レッツぴょんぴょんぴょん。はじめは男性のタイプを聞いていこう。異性のタイプはって言って多かった女の人がやっぱモテるんですよ多分。ちょっと行きます。懐かしいこの曲。もしもし。もしもし、こんばんは。何してるの今ですか？今は恋バナをしようかなと思ってます。もしもし。いきなりなんですけど恋話しませんか？はい。あ、やっぱルナがめついんだ。すいません、本当に申し訳ございません。はいって言ったのに切る？ルナもう、だから斉藤さんいつも苦手なんだよ。もしもし。え？みんなさ、この時間さ、ルナちょっと何にかけたか分からんけどさ、男すぎないか。そういうもん、一人でやってくれ。やばい、これマジ企画なんない。ちょっと待って。もしもし。もしもし。え、お兄さん恋話しません？え、全然いいよ。おー、よかった。え、お兄さんは、うん、どういう女性の方が好きなんですか？異性のタイプみたいな。外見で言ったら、すっごい背高いか背低いかどっちかがいいな。低いか高いか。158くとかじゃなくて、はい、150ぴったりとかか、まあ170ぐらいかみたいな。 お姉さんは何センチなの？158だからないですね。なんかちょっとごさすぎた。そう、あ、そうか、まあまあまあそうだね。あと、うん、あとはまあタイプで言ったらそうだな、すっごいノリが合う人と、面白くない返答だけど、あとフィーリングだよね。もう、何フィーリングって？この人と一緒にいて楽しいと思ったらもうそれは楽しいし。ああ、そういうことね。うん、気使うなと思ったら嫌だしって感じかな、うん、やっぱ気使わない人の方がいいよね。最後に付き合ってたのはいつぐらいですか？最後に付き合ったのは4ヶ月ぐらい前かな。うわ、最近じゃん。え、やっぱ誘われると嬉しいってなる？めちゃくちゃ嬉しいよ。だって、え、じゃあそれが自分が今まで気にしたことない女の子でも？あ、でも普通にやっぱり、うん、ご飯行きたいですって言ってくれるのはめちゃくちゃ嬉しいわね。あ、そうなんだ。うん、え、ちなみに、うん、お兄さんはその元カノさんの時はどっちから告白したんですか？告白したのは俺から。おお、ちなみになんて告白した？仲いい時間が結構長くて、期間が、はい、ちょっと、うん、まあ、友達じゃない関係になりたい。おお、いい、言ったかな。うわ、いいね。いや、めっちゃもっと話したかったんですけど、ね、ありがとうございます。本当に優しくて、いい、よかったです。またね。はい、お疲れ様です。あ、じゃあね。はい。やばい、どうしてもさ、お疲れ様ですってなっちゃう。やだ、失礼しました。もう一度いきます。もしもし。お疲れ様です。ちょっと質問全部していいですか？いいよ。お、ありがとうございます。じゃあお兄さんの異性のタイプを教えてください。素直な子。お、素直な子。なんか嬉しいとき喜んでくれるような、あ、そういう素直な子。やっぱそうだよね。喜んでくれる子とかめっちゃ可愛いなって女の子から見ても思う。他は？顔は、うん、食
べ物の好みがこう。あ、やっぱそうだよね。なるほどなるほど。今お兄さんは好きな人とかいないんですか？今はいない。最後付き合ってたのはいつ？1年ぐらい前。あ、1年ぐらい前なんだ。ええー、やっぱ幸せだった？あ、そうね、そうね、その時は。もう以上です。占いをされてる感じだったね。ごめんなさい。じゃあちなみに一つちょっと大人な質問していいですか？お兄さんの性癖を教えてください。性癖？うん、例えばうなじが好きとかあるじゃん。ああ、なるほど。その指が綺麗女の子が好きとか。くびれフェチ。あ、くびれ？あ、お腹の？はい、はい、の。あ、なるほどね。いや、確かに綺麗人いいもんね。うわ、いいな。あ、じゃあぽっちゃりか、あの細い女の子どっちが好きですか？ぽっちゃりすぎるのも嫌だし、細すぎるのも嫌だし。あ、真ん中がいいってこと？そうね、まあ、真ん中ぐらいがいい。なるほどなるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日はゆっくり休んでください。おやすみなさい。いきますね、次の方。もしもし。こんばんは。こんばんは。今おいくつですか？19だわ。わあ、え、めっちゃ同期やん。19同期やん。え、ガチ？うん、ルナ11で。いや、ルナちゃんって言うの。はい、ごめん。11日で19歳になる。恋バナはしませんか？え、エッチ話ならいいよ。いや、それはなしで。じゃあ一回、はいはい、私が質問するので、恋愛の。いいよ。お兄さんは答えてね。異性のタイプ。なんか元気でいい子だよね、やっぱ。おう、やっぱ元気がいい子。あとはちょっとエッチい子。あ、やっぱそうなんだ。男の人ってそういう子が好きなんだ。うん、なるほどね。まあ今思春期だしな、男の子。今19歳って。あとはじゃあ見た目、見た目。まあやっぱスラッとちょっとスタイルいいっていうのはいいよね。あ、そうなん。うん、え、なんかさ、男の人ってぽっちゃりが好きって人もいるしさ、細い人が好きって人もいるじゃん。え、俺は細い人かな。あ、そうなんだ。え、ちなみにお兄さんは、うん、最後に付き合ってたのはいつぐらい？はい、切られた。ごめんね。ルナの声嫌いなのかな、みんな。くそくそ。ごめんね、ごめんね、ごめんね。もしもし。もしもし。お兄さんの、あの、異性のタイプを教えてください。あ、切られた。バイバイ。やだ、悲しいな。もうメンタル来たので終わります。はい、ということで皆さんもよかったら斉藤さんしてみてください。お電話していただいた方ありがとうございました。この電話は私だったので、この YouTube を見た方もお恥ずかしいと思うんですけど、お許しください。はい、ということでこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。でもめっちゃ男性のね、タイプとか異性の人のね、タイプを聞けたので参考にします。今日から私は可愛くなれる、レベルアップ美容。バイバイ。